皆さん、こんしーましま、ニャンティスの新猫好きです。オクリーヌ実況プレイやっていきたいと思います。ということで、新しい話やね、シャルルとボヘ2世のね話に入りました。ということでね、なんかこうイチャモンつけてきたあの犬とこうボヘ2世がこう戦っているっていうシーンだよね。こうシャルルをね守るためにね。まあそっからやな。まあちょっとで終わるかな、このここからの後は分からんけど。それから私は目の前で起きていることが夢か現実か分からなくなってきたわ。いつも情けないと思っていたポイニセが大きな犬を相手に戦っているだもの。小さな体で相手の体に噛みついて、でもすぐに叩き落とされて噛みつかれそうになるのを必死に避けて、おお、めっちゃもうやばいな、ほんとね、ボロボロやん。こうなんだろうな、犬とか猫ってさ毛で覆われてるけどさ、包帯なんか巻きづらいっていうか、そんな感じよね。こう毛づくろいするけさ、あの犬とか猫ってそれがやりづらいだろうね。こう本人っていうか本犬本病というべきかにとってはさ、気の毒だわ。背中を噛み上げられ、そのままアスファルトに叩きつけられたポイニセイはすぐに起きようとしたけれど、体に力が入らないのか、そのまま起き上がれなくなってしまった。ほんとすっげえな、いい加減諦めろや。奴はとどめたばかりにボヘニセイに駆け寄ると、その首に鋭い爪を突き立てようとした。いや、やめて。私はボヘニセイが殺される、自分の目を疑ったの。お、ダメージ与えたか、ポヘニセ。ついにかな。いってー、いってーって言ってる割にはなんか普通に真顔なんだけど、この犬。ポヘニセが動けないと思っていたポヘニセが、奴の鼻先に噛みついているの。鼻先は痛えな、確かに息できんくなっちゃうけな。ねえ、鼻先に放ったんだな。奴は首を激しく振り立てて振り落とそうとするけれど、ボヘニセイは噛みついたまま全然離れらない。なんか噛んでた離れないだよね。いい加減話しやがれ。私がしばらく続いたのか、ついにボヘニセイが振り落とされてしまった。ボヘニセイ、
やべやべ、マジに髪型なかったなこいつ。見るからに傷だらけで満身創痍の状態なのに、ポヘニセはそれでも起き上がり、私と奴の間に立ち塞がろうとしている。もういい、もう帰るから、もうやめて。私はそう言って駆け寄りたかった。でもポヘニセの背中が、気迫がそうはさせない。もうなんかオーラ力がすごいことになってたんだろうな。いつもは頼りないくらいなのに、どこにそんな。あいつも耳を垂らして少し、および腰になっている。少しおよびでいいのかな。こんな野郎。やつは威嚇するように低い姿勢をとった。それでもポヘニセは何も言わずに、ただ傷だらけの体で待機したの。そうだ、そのまま退治してやれ。チッ、君の悪いやつ、お前ら次来たらマジに食い殺すから覚えとけよ。トモ食いになってまうぞ。やつはくるりと厳しく返すと、捨てゼリフを残して夜の町へと駆け去ってしまった。しかし弱いな、攻撃力は高いのになんか防御力はもう神やんね。すべてのなんか能力を攻撃に全振りしまくったんだな。私は信じられないような事実の前にぼーっとしてしまった。これは本当に現実なの？ポヘニセー！視線を向けると、さっきまで立っていたポヘニセーが地面に倒れていた。勝ったんだな。うん。ポヘニセ！ポヘニセ！死んだ？もしかして、まさか。私は駆け寄って、あんたも名前を呼んだ。いえ、必死に叫んでいたのかもしれない。まあ人間からしたらこう、ワン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 みたいな感じで言ってるだけなんだよな。ね、バウリンガル思ってねえからな。うん。もしかして死んじゃったのかも。そう思うと居ても立ってもいられなかった。ポヘニセは苦しそうだけど、ちゃんと息をしていたわ。よかった、生きてた。
変に生が生きていた。それを確認してヘナヘナとその場に座り込んでしまった。アサリ。おお。おお。坂上くんがこれを見たらどう思うかの。私はその場でボロボロと泣き出してしまった。うえ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 。しゃ、ウルルちゃん、どうしたの？どっか来た？いいの？ヘニセは苦しそうに声を出しながらも私のことを心配している。違うわよ、あんたが悪いんだからね。え？私はボロボロと涙を流しながらマックス立てた。マクモマクシーなんて。シャロルちゃんが好きだからよかった。怪我なくて。毛はモコモコしているけどね。いきなりの方に驚いて、私の目から止めなくて流れていた涙はピタリと止んでしまった。そして一泊以上空けて私の顔は真っ赤になった。不意打ちなんて卑怯だわ。しかもそこでその笑顔って、しかもこんな状況で。
私は頭の中でポエニスに猛攻撃をしていたが、その一つとして私の口から正確な言葉として出てきてはくれなかった。でもちょっと痛いよ。痛てで済むのかよ。そんなもうこっちからしたらもう病院連れてった方がええやろっていうレベルなんやで。おばあか、シャルルちゃん動かないね。私はポエニセイの傷をペロペロと舐めた。こんな時に素直にありがとうが言えない。これが精一杯のお礼のつもり。医者呼んでくれ。ありがとう。ただの応急処置よ。それでもありがとう。いい話やん。いい話やん。もういきなりにして。いい話じゃないか。涙。はい、というわけで、まあちょっとね、シャルルとポヘニセの話の別のね選択肢ってみようかな。もう最初のやつでも結構いいエンディングだったんだよなっていう感じがするけどな。ふう、まあそれでもまだまだ選択肢はあるから見ていこう。どうしようかな。一応ポヘニセの意見も聞いてみようかなっていう、やってみようかな。ちょっと攻略も出そう。まああれだな、最初はとりあえずなんかね、適当に3番目選んでみようかな。まあポヘニセのこうね、こうまあ意見もね保てたことだし、意見も聞いてやれ。ポヘニセの意見も。ちなみにこうシャルルの声をやっているとすごく喉が辛いんだ。ポヘニセはまあまだ大丈夫かなって思うんだけど、じゃあやるなよって思う感じがするけど、まあそこがね、実況者魂。え？シャルルに会いに行くか、あいつを見張るのか。そんなことを言われても。どっちよ、どっちの料理賞っていう番組あったよな。懐かしいね。家に帰るとか。そんなこと聞いてないよ。ご飯も欲しいやん。でもさ、もう遅いよ。ち、使えないわね。さっきは有能だったんだけどな。結局、私が決めるしかないじゃない。邪魔者が気になるわ、癒しが欲しいわ。
もうなんだか疲れちゃった、なんだか癒しが欲しいわってなるとさっきの文になりそうだから、もうなんだか疲れちゃった、俺も疲れちゃった。さっきのので喉持っていかれたっけな、疲れちゃった。さらにもう暗くなってきちゃったし、あんまり遅くなるとエミちゃんも心配するわよね。しょうがない、ここはおとなしく帰るとしましょうか。それじゃあ明日いつもの時間に集合ね。え、明日も行くの？当たり前でしょ。寝ぼけるのはその顔だけにしてよね。寝ぼけるのはってなんだ、寝ぼけてるのはって言った方がいいんじゃないかなっていう。ひどい、好きでこんな顔になったわけじゃないのに。俺の顔もイケメンにしてくれ。さあ明日も張り切ってあの女がセンターさんにちょっかい出さないように見張りましょう。私はシャルル。センターさんにつく悪い虫を退治するのが私の役目。彼にちょっかい出したら私のギブがうねりをあげるわよ。これで終わるんか、相手。本当に終わった。お家に帰ろう、田舎に泊まろうなんて。まあとりあえず最後の選択肢どこかね、センターさんにつきまとう邪魔なやつをなんとかしないとって。さてと行くわよ、ポヘニセ。え、行くってどこへ？決まっているじゃない、あいつを見張りに行くのよ。また行くの？ついさっき大学から追い返されたじゃない、僕もうやだよ。大学じゃないわよ、自宅よ、自宅。あれから何時間経っていると思っているのよ、特に帰っているに決まっているわ。道草食っていたりとかしたらどうするんだよってねえ、また美穂のことだしパチンコ行ってんじゃね。でもそろそろ僕んち夕飯の時間。あ、シャルルちゃん。なんかこう美穂の家かなに来たみたいやな。ふう、今日はこの辺で終わろう。いやーね、最初のエンディングなんかすごくもうグッドエンドでいいんじゃねっていうクオリティなんだよな、ほんとね。ねえ、さあこのね、あのポヘ2世とシャルルの物語、どういった、展開になっていくのでしょうかね。次回のオクリーヌもぜひぜひ見てくださいね。皆さんはポメラニア派それともパグ派？チャンネル登録、高評価、コメント待っております。
それでは、バイニャラー。